動画を見るときは部屋を明るくして離れてみてね。腰に手を当てお尻フリフリ、みんな集まれワンパクフリッパー、ワールドフリッパー実況やっていきたいと思います。あー鼻が。はい、ログイン。スタミナね。お、ストーリーイベントが開催されるそうですね。ストーリーイベント、願い、光の、次、次人立ちよっつってね。ちょっと鼻がちょっと詰まっておるんで。ずるずる言っております。現在、11月の24日でございます。ワールドフリッパー運営チームです。いつもプレイしていただき、誠にありがとうございます。11月27日、12時からストーリーイベント、願え、光の、つなびと、たちよ、の開催を、予定しております。イベントは、イベント限定の装備アイテム獲得、限定ストーリーやバトルクエストを楽しめるイベントとなっておりますということでですね、こんな感じです。さあ、無料1回だったね。こっちやね。もうほとんどこれ、消化試合ですね。もうメリックも当たったし、ていうか新キャラピックアップガチャ、新キャラもう全員揃ったから、もういいんだよね。もういいんだよねっつってね。さて今回はですね、ストーリー、メインストーリーの方を、進めていきたいと思います。ステージ6、これですね。キツネを追いかけて、前回ですね、陰陽師から狐の娘を、とりあえずなんかちょっと、討伐じゃないな、捕まえてきてくれと依頼されたので、こうね、手がかりを追っていったらですね、浪人の宗四郎、多分宗四郎お覚えてないな。浪人の宗四郎のもとにですね、その狐たちが現れて、まあ一悶着あったわけですが、で、一悶着あってちょっと逃げた、狐が逃げてしまったわけですが、それを追いかけてですね、ただいま、こちらに来ております。さあ、ストーリー見ていきましょう。疲れた。長いよ、この階段。まあ神社の階段って大抵そうですね。でも神社の階段ってなんであんな長いんでしょうね。もう山の一つや二つは超えるほど登ったはずだが、あ、これはちょっと狐に化かされてるのかもしれませんね。こうしてみると大した高さではない。一体どうなっているんだ。陰陽師の依頼を無視すんなら、そもそも狐女に会う必要もねえって話もあるが。ステラは会いたいようですね。もふもふしたいってね。わかった。行きゃいいんだろ。世界が融合しているということの詳細を知る必要はあると思います。あ、ちゃんと真面目にそっちの方面は考えてるんだね。それに、どうしてあの狐さんがああまでするのかも知りたいです。聞いても教えてくれるかな。おい。みんな、終わりが見えたぞ。あ、ちゃんと、あれか。ちゃんと階段終わりがあったんだね。言ってっきり妖術かなんかで化かされて、たどり着けないようになっているのかと思ったんだけど、そうではなかったね。はい、失礼。うわ、すごっ。これが宗四郎さんの言っていた。あ、宗四郎だ。宗四郎ですね。
綺麗ですね。空気が変わった？おっと、流れが変わったかって言って。今、ヒゲ男爵の、コントネタを知ってる人ってどれくらいいるんだろう？人間どもが、我が神、神域でいいのか？我が神域に何の用か？ここは神魔の領地ぞ。人が踏み入ることを許さぬ禁忌と知ってのブレーカー。禁忌だっけ？禁忌。金麦みたいな感じ。即刻立ち去るのであれば見逃そう。失せるがいい。なんかまあこうやって凄んでいるんですけど、ビジュアル見るとなんかモフモフしてて、ね、可愛いですね。それは困ります。知ったことか、消えろ。さもなければ。私は、あの狐さんに話があります。強情者め、ならば力ずくでも。さあ、ということで、合体妖狐戦ってやっていきましょうね。属性は光。ああ、そっか。おすすめとかがなくなったから、自動的に切り替えてはくれないんだね。悲しいな。じゃあやっていきましょう。ユニゾンでパワーアップ。さあ、やっちゃるでなす。光メンバー。そうだな。レジス入れとこうかな。レジスの編成してないし。よし、ブレイク。ブレイクしましたよ。キツネビ。発射するのかと思ったら、あれか、ファンネルみたいな感じ。あー、すんげえ鼻詰まってる。なんでだろう。あー、クソ、外した。外した。あー、あー。まあいいや、一回ぐらい撃たせてやろうぜ、って。無限、なんたらかんたら。おー。増えた増えた。あと引っか。いけ。ああ、ダメだ。なかなかこの当たりが悪い。ああ、外した。アムレア、撃つまでもな。撃ったけどね。ごめんね、今ちょっと鼻吹いてる。妖狐戦クリア。世界妖狐戦地雷や。違う違う。暴かれる恋心。あー。恋心って書いちゃってる。キャッ。やられたー。なんだ。また化けてやがったのかよ。あー、小狐がこの、可愛く、転んでますね。これはいいモフモフですね。お、真ん中の狐は、あれは、多分キャラクターで、すでにこの、パーティーメンバーにいるやつですね。いたいた。名前が何だったっけ？ぐ、不覚。かくなる上は、好みが果ててでも。てれれーん。人、それを、まるまるという。貴様に名乗る名前はないっつってね。違う違う。皆の者。あ、知らのだ。知らの、あわ、ひえ、麦。わしが来たからにはもう安心じゃぞ。こんな連中、わしがひとひねりして。姫様。バカ姫様。てれーん、つって。バカ姫様の大丈夫だっつってね。我々が何のために戦ったと思いですか。あなたを逃がすためでしょう。じゃが知らぬたちが、まったく、じゃがも肉じゃがも何もありませんっつってね。あなたは姫様です。
ご自分の立場をわきまえなさい。でもね、それでもね、やっぱ部下のために、部下というか、家族のために立ち上がるっていうね。志は良きですよ。そんなのは知らん。お前たちを見捨てるなんて、わしは嫌じゃ。何ですか？今は立て込んでおります。止めるんだ。いや、ですね。僕らは別に、狐さんたちをどうこうするつもりはないですよ。何？赤い狐と緑の狸を対決させようとか、そういう、わけではないですよ。どうしてでしょう？ただ知りたいのです。どうして狐さんは、宗四郎さんに取り付いているのですか？あれ、取り付いてるっていいのかな？なんだ、そんなことなのですか？まったく人騒がせな。いいですか？この姫様はですね、それ教えるんだ。それ、あなた側近のあなた、それ教えるんだ。わあわあ、うわあ、あーあーあああ。めんどくせえな。惚れてんだろ、あのやさ男によ。倒れたぞ。図星をつかれて倒れたぞ。白、ひどくない？っていうか、白でもわかるほどだからな。バレバレじゃねえか。隠す意味あんのかよ。なんと。そうだったのか。さすが勇者、鈍いね、そういうの。どういうことですか？説明してください。私は、なんだっけ？あれ。あ、忘れた。宗四郎さんのことが好きなんだって。恋をしているということだ。ライト君。勇者、さすがにやはり戦いばかり明け暮れていたので、そういう話にはちょっと、恥ずかしいみたいですね。ラブラブー。まったく。嘆かわしいことです。さらおうとすれば負ける。伝えようとすれば逃げる。さらおうとすれば負けるって。まずさらおうとするなよ。思いを寄せるばかりで何の進展もなし。あれからもう幾晩経ったことか。しかし、その彼女は妖怪で、彼は人間なのだろう。いや、妖怪と人間でも別にいいんじゃない？ですから、そもそも枯らして、馬鹿げた話なのです。無謀、無意味。無心。いや、の極み。今、多分漫画的エフェクトだったら、こう、稲穂のね、この倒れてる稲穂にね、矢印がぐっさ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 刺さってるんだよね。頭の上で好き勝手言いよって、それの何が悪いのじゃ。わしは、宗四郎殿を好いておる。誰にも文句は言わせんのじゃ。自分でここまで言っておいて、自分で言っておいて、この恥ずかしくなるっていうね。あ、違う。おや？気を誤りましたかね。そうしろ。これはもう狙って、タイミングを狙っていたかのように現れたな。いやー、面白いですね。6話ストーリー面白いですね。稲穂の思いってね。さあ、もう逃げられんぞ。いけません。姫様、ここは攻める時です。逃げてはなりません。攻めるべき時です。逃げてはなりません。
あ、シラノって、馬鹿げた話だとか、言ってた割に、結構あれですね、協力的だったんですね。叶わぬ恋などおやめなさいとか言うとは思ってた、あ、思ってたんだけど、違うんですね。でも、だって、行きなさい、稲穂姫。お、稲穂行った。さあ、稲穂が行きました。剣牛、そうしろ。お、お主を好いておる。さあ、来た。これに、そうしろは一体どう答えるのか。ああ。だから、わしのものになれ、そうしろ。このわしのものになれってね。はっきりと言いましたね。さあ、ここまで来て、宗四郎はどうするのか、爽やかな笑顔でかわすのか、それとも、喜んでと手を差し伸べるのか。申し訳ありません。あーっと、これは、爽やかに断ったー。ありがとうございます。ですが、申し訳ありません。あなたの気持ちをお受けすることはできません。あーとず、バッサリ断られたー。なぜじゃ。わしが人間ではないからか。そういったわけでは。ああ、見てください、皆さん。宗四郎くんがさ、稲穂ちゃんを流しましたよ。ああ、こいつは悪い男ですね。やっぱりダメか。歩く。やっぱりってなんだ。これでいいのです。遅かれ早かれでしかありません。母君も、母君様が許すわけもない。ああ、なるほど。白野が押したのは、あれか。とりあえず、もう、すっぱり諦めてもらう感じで、こう、強く押したんだね。まあ、どう転んでも、白野にとっては、まあ、いいことっていうのが、解決策なんじゃないのかな。ふん。人間などに、姫様の良きところがわかるものですか。すっかり悪者だな。タイミングが悪いぜ、あんた。タイミングの問題じゃないと思うけどな。致し方ありません。いえ、それよりも、拙者はステラ殿に用があるのです。おっと、こいつ。ステラ逃げたぞ。何 ですって？私の姫様を袖にしておいて、あんな小娘の尻を追っているのですか？そうではありません。彼女の尻ではなく、背に、式が？あ、背に式神。おや？ステラ殿はいずこですか？ああ、そっか。つまりそういうことか。宗四郎が追いかけてきたのは、ステラの背中に式神が、あるのが気になって、追いかけてきたわけで。で、つまり、アルクたち一行は、その式神に気づかず、式神つけてるのに気づかずに、この稲穂に会いに行ったっていうわけか。つまり、この稲穂を発見した、稲穂に会った段階で、陰陽師の連中は、突撃できるわけだ。慰めてくれてもいいんじゃぞ。
へこんでるかと思ったら、余裕があるね。よしよし。ああ、ちゃんとよしよししてますね。見てください、このドット絵。ドット絵なんですけど、ちゃんとよしよししてますね。これそういうんではないわ。でも、それでもいいんでしょ？申し訳ありません。聞かんのか？どうしてとか、なぜとか、いつ好きになったのかとか、ステラ初対面ですけど。どうしてでしょう？どうして好きになったのでしょう？聞かれたから答えただけじゃん。聞いてくれるか？わしがまだ小狐の頃、人の世に遊びに来たことがあってな。楽しくて遊びほうけていたら、その人間の罠に捕まってしまっての、そこをあの者に助けられたのじゃ。あー、なるほど。かなが。まあ、宗四郎ならさらっとそういうことやってのけそうだよね。稲穂さんのように強くても逃げられなかったのですか？あの頃はまだ小狐で神通力も弱かったのじゃ。不安で寂しくて怖くてもうダメじゃと思っておった。だから一言礼を伝えたくて。でもダメじゃったな。まああれですか、一種の鶴の恩返しみたいな感じですね。まあこの場合狐の恩返しですけど。ダメなのでしょうか。私はあなたを、稲穂さんを好ましいと思いました。つまり、私は稲穂さんに恋をしているということ？おー、そういうことになるの？そういうことかな？ステラさん、それは、まあ、ちょっと違うかなとは思うんですけど、まあ、一定の層にはそういうのが、そういうのを、祝福する層もいるので、まあ、幸せだったらオッケーです。バカを言うな。それとこれとは。バカバカしいのはこちらのセリフですよ。まったく。きた。まったく。まさか、色恋沙汰が理由とはね。しかし、どうあれ同じこと。妖怪にはご退場を願いましょう。ダメです。そうですよ、ダメですよ。二人の間にね、入ってくるのは、あれですよ、ダメですよ。ね。今、水前くんは、この、禁忌を犯そうとしている。案内ご苦労様でした。ですが、邪魔は許しませんよ。いっぺんに捕らえた。ああ、ステラだけこの、止めて、なんだ、稲穂を連れてったってわけか。どいてください。大変です。稲穂さんが連れて行かれました。行くぞ。まだそう遠くはないはずだ。行こう。さあ、というわけで、連れ去られた稲穂を、取り返しに行こうって言ってね。タイム！バトル終了後かな？陰陽連の、策略。にしとこう。あ、しまった。風属性だった。うわぁ。あれ、そうしろ。いや、宗四郎来てるな。あれ、誰だ？なるほど、なるほど。宗四郎があれか、フィールドギミックになってんだ。なるほど、なるほど。あ、こっちには来てくれないわけね。そうか、フィールドギミックとして参加してるから、
こういうボス戦とかでは現れてくれないんだ。面白いっちゃ面白いけど、あんまいらないかな、そういうの。やっぱり共闘はしたいよね。そうだね、帰ろうね。ダメだよ、稲穂を助けに行かないと。作棒、作棒でいいのかな、作略、略かっこ略つってね。じゃあね、そうしろあ、しまった、おっと、そうしろを仲間に、仲間に加えて、パーティーメンバーに加えて、そうしろの、援護を借りる。ダブルそうしろつって。そうしろ、そうしろつって。そうしろはそうしろつって。すいませんね。あ、しまった。おりゃ。よしよし、った。悪く思わないでくださいね。またつまらぬものを切ってしまった。それ違う違う。はい、勝ちました。おお、あ、陰陽連ですね。でも、この先があって、この次ですね。ステージ8タイム。ここまで。本日はここまでとしておきます。で、次回はですね、イベントが27日に始まるんで、そのまま、このまま続けて、あ、そっか。27日に始まるんで、とりあえず続けてって、次回はこっからの続きをやっていきたいかなと思います。時間があったら、まあ、このメインストーリーですね。で、もしかしたら、27日の、そのイベントを先にやるかもしれません。ね。さて、ですね、まあ、稲穂のね、恋心が、色恋沙汰が、あらわになったわけですが、そこをですね、隙をつかれて、陰陽連の水前に、ちょっと稲穂をね、連れ去られてしまったっていうね。妖怪、いくらね、人間に恋をして、悪さをしなかったとしても、妖怪は妖怪と割り切って、退治する陰陽連。しかし、この稲穂は悪いやつではないということで、取り返しに行く、アルクたち一行。さて、果たして、勝つのはどちらなのか。それではまた次回、それでは今回はこの辺で、バイバイ。